だからこれが2010年ぐらい前にあのラスベガス行ってる時に描いた絵なんですけど、ラスベガスの絵なんですよ、これは。ラスベガス行った時のラスベガス、ラスベガスの街並み。あ、だから MGM ってあって、 MGM で大会があって、じゃあ その隣がトロピカーナってとこなんですよ。トロピカーナホテルで僕そこ泊まってたんですよ。なぜならば、ぶっちゃけあのうちのお姉ちゃんがトロピカーナの副社長とお友達なんで、そこちょっとリザーブしてもらって撮ってですね、この MGM でやって、それ書きながら、じゃあうちの姉ちゃんは何かって言ったら、ラスベガスで仕事してるんでこうやってやって、ね、それをこうやって書いてたら、なんかごちゃごちゃちょうだいよとか言って、いやそのラスベガスに行った子だから、なんか自分でもなんかこうやって文字書いてるんですよ、ごちゃごちゃ。何書いたかもう覚えてない確かに何か書いてますね。でもラスベガスの街並みもこんな感じだったんで、じゃあその後今度起きたら一応仕事にも付き合って、あと街な、ラスベガスの街中をランニングとかしたり、楽しかったんで、いい経験したな。ホテルでも書いてたってお話。ホテルでも部屋の中で必ずペン持っていく、あのアクリル持っていくんで、ね、結局寝ないで書いてたみたいな。寝ないで書く、結局そうですね、大体3時ぐらいに寝て5時に起きて絵描き始めて、でそこから走るなり飯食ったり走ったりして、仕事付き合って、あと一人でプラプラする時間で、だから USC のセコンド行ってる時も、そのうち周平田さんから来るんですよ、セコンあの向こうでエージェントやってる花井さん、そろそろ会社来てくださいって、あ、行く行く行く。あとプラス俺よく喋るじゃないですか、あんまり言うともう迷惑になると思ってあとせっかく行ったんだから、いろんなねとこ行ったから、いろんなの見るって高級なことは見たいなと思って、プラプラ、あ、それであれだったんですよ。そんでラスベガスとか行った時にあれなんですよ、あのベラッチョとかのホテルから、そこで僕展示会行ったことないけど、ピカソ展がやってたんですよ。ラスベガスのホテルって全部がもう街なんですよ。あの東京のでかいホテルの10個分入って、1つのホテルに10個分入ってるのがラスベガスのホテルで、中に街があります。でそこでピカソ展があったんですよ。お、ピカソ展ある、せっかくだからそのピカソとやら見てみようかと、俺知らねえんだよって、見て一応ね端くれとして見てみようと思って行ったんですよ、うん、やってねえんですよ、なんか悪いかい、なんですか、じゃあもうクローズだったんですよ、しょうがねえなと思って、だからそこに美術書ってる本屋があったんですよね、そこでやって、これかっこいいと思って買ったんですよ。そして相棒とかに連絡したんですよ。おお、なんかすっげえのにラスベガスで買ったでって、あの初めて買ったんです、初めて買って、なんていうかそういうのね、画集みたいな、画集、はい、そう、すみません、絵描くせに画集って名前知らないしいかに買ってないか、買った、なんかすっげえの俺一個買ったでって言ったら、うん、それ名前がバスキアってやってたんですよ、バスキア、バスキア知ってますよね、俺知らなかったんですよ、まあ、僕はです やべえやつバスキアってやつ、あさちゃんね、それね、めちゃくちゃ有名で映画にもなった人だよ、私高校の時にもね持ってたよって、え、俺あのね、だからやばいっすね、いかに知らないか、いや俺も知らないです、だからでもその代わり画集買ったけど一回見ただけでもう閉じました、こら、なんでですか、なんでならばもう、うん、頭にこびりついちゃうから、あと真似できちゃうから絶対見ない、ただ置いといて真似できちゃうんで影響受けすぎちゃうから、一回だけ見てもう閉じました、全部すごすぎて、でこうやって多分僕は文字いっぱい書くなんでバスケアとかの影響強いと思います、すげえ、めっちゃくちゃです有名ですよね、多分、うん、役中がなかったんですか、あれ知らったんですかね、調べてみます、いやすごいです、もう衝撃出ちゃう、やべえこいつと思って感動しちゃって、ピカソよりいいもの見っけだってってか、まずほら格闘技やってるくせに格闘技の試合も見に行かねえし、野球の話多いですしね、だって興味ねえから、かと思って、かとかって、じゃあ映画から絵見るかって、絵も見たこともないし、でもそれってこういうのだから、なんか、だから逆に他のものを触れることで、こっからアプローチかけられるのはすごい大きなことじゃねえかなって、あと知りたくもねえし、逆に絵描きに入った時に、なんか絵描きのやつらがあんまり今絵描きのことばっかり言ってるのつまんねえなと思って、話が、全然つまんねえな、こいつら。僕らも音楽の話しなきゃですね。いつも違う音楽の話まだな。しないでしょ。いやまあ米さんとはします。米さんとは楽しみ。仕事上ではするけどね。音楽の話。いやだって嫌いですもん。だって僕格闘技やってお見合いやってる時も絶対ジムの外では絶対しなかったですもん。あと家にも一切置かない。なぜなら吐き気がするから。でなんか日本シャープライラジオ聞いたら井端さんこの前のジャンスにいた。家には絶対焼き物置かないし焼き物しない嫌になるって言ってた、うん、仕事の時だけもうそうなりますよね。だから僕もあの現役時代は何でしょうかって言って家帰ったらまずは何でしょうかって言ってあれですよね、お笑いを見る、あの時は一番ごっついですよね、ごっついの米さんって寝る前あの落語聞くんですよ、あ、わかりだそれ見て、あとプラスあと東京スポーツ読んでギタリストの米さんですそれ東京スポーツ読んで、あと朝日芸能読んでバカじゃんねえなっていういや落語もいいじゃないですか落語ね、
僕落語はね、うん、行ったことないんですよ。あの吉本新喜劇とかあの NHK とか行ったり、他でも結構僕あの江頭さんとかも仲良く見させてもらったり、落語もいつかやっぱちゃんと聞ちょっとあれですよね。あ、落語と全然違ったんですけど、あれ文鎮っていうの落語に入るんですか、文鎮さんって。文鎮さんあのですね、それで僕あ本当 NHK 最初見に行った時に衝撃受けたんですよ。最初座れないからこう通路で見て、もう次の回は席に座って6時間ぐらい見てたんですよね。で普段は天然テレ、その時鳥居は確かにおぼん・こぼんとか文鎮さんだったんですよ。死ぬほど面白いんですよ。てか文鎮さんとかはテレビで見てると正直言って面白くないですよね。確かに。でもライブで見た時もう場内の爆笑で、やば、俺もう腹かいて笑えるんですよ。鳥はで前座と本当これってミスターボールド師匠っていうのもいて、やっぱ鳥舞台で鳥取る人間の凄さってやばいなと思いましたね。すっげえ面白かった。客の微妙のこれも面白かったけど違う、どの世界でもね。いや音楽でもやっぱライブありますよ、ありますよね。あの前座からだんだんこう上手くなっていくんでね、あのね鳥取る人はやっぱ違いますね。電撃ネットワークの義蔵さんも仲良くさせてもらってたんで、義蔵さんに前お願いしたんですよ。義蔵さんでライブないですかって、世界の東京ショックボーズ見たいですよね、じゃん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 見たいですよね。でついに、あのちゃんライブやります、マジっすか。どこかっていうと今ねあれですよ、あの新宿フェ、あのリキッドルームが潰れる時、今リキッド潰れてあの東京フェ、あの新宿フェスになる時、リキッドを潰すんでやっとできると。なぜならばほら東京ショックボーズがあのライブか使わせてもらえないらしくてライブ復活したら、そこで行ったんですよ、連れてったんですよね。でこれかっこいい、わかる、朝日にプロが分かったってあいつ言ってきたけど、やっぱねかっこいいんですよ。これこうやりながらやるんですよ、音楽もやるんですよ。そりゃ世界で売れますよね。あれはね、だからみんなに言ったの、格闘技の選手のプロも格闘技だけを見るんじゃなくて他のプロを見た方がいいですよね。だからここ行った時に僕お姉ちゃんにお願いしてあれ見たんですよ、シルク・ド・ソレイユ、カート、何だっけ、ありますよね。チケット取ってもらっていつか呼ぼうと思うけど、ドクター・つながと2人で見たんですよ。でシェフさんがあの時の嫁さんと2人でちょっとチケット渡して別で見たんですけど、あの演劇の絵の字も分かんない。一応僕が勝負の時はあの脚本やって CM やってましたけど、そのレベルですけど何も分かんないけど、やば、まず舞台が回るって聞いたら舞台90億円ですよね、シェフとね。なんかあの お嫁さんの IUB、あの劇団四季、あのカンちゃんの、そうそう劇団四季、なんか聞きたいことがあるって言ってた。そうだから、そうそれだけのことだから舞台が回って、で今度プラスブラーンって空中ブランコっていうか、それを女の子がやるんですよね。してもうスーパーアスリートなんですよ、どう見ても。してだからお姉ちゃんに聞いたんだよ、な姉ちゃんよって、これよ、あのトップキャスター一人アジア人だろって聞いたら、うん、その通り、日本人ですよね。日本人の子で聞いたら、普段は3000人ぐらいでトライアルで何人か受けるらしいけど、その子はノーテストで受かった日本人。なんかなんか分かんないけど、世界バトントワリング選手権何連覇とからしいですよね。っていうか、日本人ここあれ見たら、なんかひっくり返りますよ。やば、なんかやばいよ。でスーパーアスリート集団だと、これはと。レスリングのスーパー軽量級のチャンピオンぐらいしかできない。なんで壁をよじ登って、てかそれでプラス、向こうでメジャーリーグ見ましたけど、ここでやってる日本人や、だからね、世界でやってる、やること、だからほら、劇団四季の時に、それちょっと話を聞いてみたいなってなるじゃないですか、やっぱ、いや日本の誇る、だって、文、あれじゃないですか。そうね、あのお嫁さんに聞きたいのが、あの振りは全部覚えるのって、違う、あれなんですよ、ほら、アイドル歌手とこうやって回ってんじゃないですか、あれ見るたびに思うんですよ。この子たちはこれ全部覚えてるんだから、こうってやるじゃないですか。だからそれはあれで、だから僕はほら引退試合とかエキシビジョンやったじゃないですか、やったことあるんですよ。それで本当感じたことあるんですよ。一応僕はまあ言葉で言うと真剣勝負です、他のスポーツもそうですけど、アドリブっていうか客の意識ない自分のやることをやるだけじゃないですか。エキシビションってなるとやっぱこうやって受けなきゃいけないじゃないですか。それやって思ったこと、これプロレスって難しいなって。ああ。じゃあどのタイミング、だから演劇もそうだけど、これどこで沸かせるって、シナリオを作って沸かせるって、これ相当やばいなと思ったんですよ。